ジュゴン。ジュゴン、ジュゴン、デュゴングズゴンは、海牛目ジュゴンかジュゴン族に分類される、哺乳類。本種のみで、ジュゴン族を構成し、原生種では本種のみで、ジュゴン化を構成する。インド洋、西太平洋、航海、モザンビーク北部やマダガスカルから、航海、ペルシャ湾、インドインドシナ半島、ボルネオ島、ニューギニア島、 ニューカレドニアはヌーアツ近海にかけて分布する。北限は日本、沖縄諸島北位30度周辺。南限はオーストラリア、南位30度周辺。マダガスカルやモーリシャス、台湾近海では絶滅したとされ、違法密量や石油流出、モバの減少などの環境破壊により、世界的に個体数が減少し続けていると推定されている。現在、ジュゴンの生息数が 最も多い海域は、シャーク湾からモートン湾にかけてのオーストラリア北部のとされており、2017年時点で約5500頭が生息している。日本哺乳類学会のレッドリストでは、南西諸島のジュゴンを1997年に絶滅危惧種に指定しており、水産庁のレッドデータブックでも絶滅危惧種となっている。沖縄の場合、 漁網にかかる根核と藻場の減少などがジュゴンを危機に追い込む大きな要因となっていると見られている。2000年10月10日には国際自然保護連合総会で沖縄のジュゴンと野口ゲラとヤンバルクイナの保護の決議が採択された。縄文時代以降の南西諸島の多数の海図が遺跡でジュゴンの骨や歯が出土しており、出土例は奄美群島で4例。 沖縄諸島で62例、宮古列島で5例、八重山列島で3例に上る。愛知県の貝塚や佐賀県の遺跡での出土例や、江戸時代の薬島での捕獲例などもあり、本州、四国、九州まで名業、漂着していた可能性もある。明治時代の1888年頃には、奄美大島から入表島までの南西諸島に広く分布し、目撃例も多かったとされる。 中でも八重山列島は分布の中心とされ、戦後も石垣島の名倉湾、新城島周辺、入表島東,東部の中間港や南西部の鹿川湾等での目撃例や捕獲例がある。沖縄県では明治中頃からダイナマイト漁が盛んとなり、ジゴンの捕獲数が増加した。明治三十五年に県条例によってダイナマイト漁は禁止されたが、密漁は 太平洋戦争直後まで続いた。このことが国内においてジュゴンが絶滅状態へと加速させた大きな原因の一つと考えられている。1960年代からは沖縄県での出現記録はほぼ沖縄島周辺。1965年から2004年の確実な出現記録は20例で、内沖縄島が18例で東海岸に集中。 宮古島が2例に限られるとされてきた。また、沖縄島周辺以外でも、入表島、久米島、奄美大島等で、少数の目撃や死体漂着の報告があるが、2006年時点の環境省の報告書では、沖縄島周辺以外にも本種が生息しているのか、名魚、移動したのかは、不明とされた。ただし、2018年度の調査で、 先島諸島諸でも2000年以降に、に多数の目撃情報がが、あるる。ことが明らかになっている沖縄県では沖縄島の大浦湾や古都島周辺でたびたび目撃されているが2004年以降の確実な出現記録はない。目視観察により確実に個体識別されている個体は3頭であり、これらの個体は沖縄島東海岸のカーキラ周辺及び 西海岸のフルート島周辺の海域を生息地とし、両海域を北端のヘドミキ経由で往来することが確認されている。ただし、個体 A は2015年9月以降、個体 C は2018年9月以降発見されておらず、2019年3月には個体 B と見られる死体が運転漁港で発見された。一方、 2017年には個体識別されている三頭以外に子供と見られるジュゴンが目撃された例もある。近年の出現記録が沖縄本島周辺に集中していることから、先島諸島、宮古列島、八重山列島では絶滅した可能性があるとの指摘もあった。しかし、2018年度の調査で写真等の確実な証拠はないものの、2000年以降に11件、 個体5件、死体2件は、宮戸2件、ふ2件の目撃情報があることが分かった。個体は、2018年8月に、波照間島近海で、第11管区海上保安本部石垣、航空基地所属のヘリコプターが、親子と思われる2頭のジュゴンを目撃したのをはじめ、タラマ島、イリオモテ島で目撃されている。アマ大島では1960年に捕獲。 撮影されて以降は確実な記録はない。一方で、アマ大島での2002年11月の2003年4月の聞き取り調査では未確認だが、カサリ湾で複数の目撃情報もある。南西諸島以外では2002年に熊本県牛深市沖で低地網にかかった個体が発見され放流されたが、後に死骸が漂着した例がある。全長3メートル。 体重4 5 0ラム。体色は灰色で、覆面は単色。全身は長い縦毛と短い剛毛でまばらに覆われる。鼻面は下方に向かい円盤状。尾空は粉炭前方に開口する。目は小型で、頭部背面付近に位置する。目後部に実行が開口する。15から2 0トルの牙状の摂氏は2本。あるが、 骨の中に埋没している。薄刃の数は六本。胸びれはし文字型。胸びれに爪がない。尾ひれは三角形。尾ひれ公園には切れ込みが入る。出産直後の幼獣は体長1から1.2メートル。体重20から35キログラム。六本の小球子があるが、生後一年以内に脱落し代わりに薄刃が放出する。オスの成獣は、 上額、第二摂氏が1から2センチメートル放出する。観察例からこれは交尾の際に滑りやすいメスを扱うのに用いるとする説もある。乳頭は胸びれ基部の覆面に位置する。全詞は短く顔には届かない。繊維が多く、消化しにくい海藻を食べるので、40メートル以上という長い腸を持っている。熱帯や亜熱帯にある旋回に生息する。 季節的な回遊は行わないが、数百キロメートルを移動することもある。シャーク湾やモートン湾では、季節移動を行うとする報告例もある。単独もしくは母親と、幼獣からなる数頭の群れを形成することが多い。生息数が減少した現在では稀であるが、数百頭に達する大規模な群れを形成することもある。胸びれを使って、海底を徘徊し、早く泳ぐ際には尾ひれを使う。 遊泳速度は時速 3km で危険を感じた時は時速 22km で逃げることもあるが長続きはしない。野生下の潜水時間は平均1分12秒から1分30秒、平均1分23秒の報告例がそれぞれあり、後者では最長6分40秒の報告例もある。空中観察から推進11から12メートルまで潜水できると考えられている。 一方で、オーストラリアのクイーンズランド州では、水深33メートルで食跡が発見された例も、ある。飼育下での潜水時間は、最長13分20秒の報告例がある。人間による狩猟などがない地域では聴覚を頼りに、ダイバーやボートに興味を持って接近することもある。植生は、植物食で、ウミジグサ族ホロチル、ウミヒルモ族ホラファラ。 ベニヤマモ族サイモドシア、琉球スガモ族サラシャなどの海藻を食べる。昼間に採食を行うが、人間がいる地域では夜間に採食を行う。1日あたり体重の10から16%の量の食物を摂取していると推定されている。摂取した食物は144から168時間、6から7日、体内に止まった後に排泄される。飼育下でアマモ、 自然下では熱帯に分布する本種と温帯に自生するアマムは同所的に分布しないため摂取しないを寄った実験から食物の消化率は八十パーセント以上と推定され植物食の陸生哺乳類よりも高いオーストラリアでは洪水やサイクロンにより海藻が広範囲で死滅することがあり例として九百九十二から九百九十三年にハーベイ湾では洪水と サイクロにより、海藻が約千平方キロメートルにわたり死滅した。そのような場合は別の場所へ移動するか繁殖を遅らせる。繁殖様式は体制。交尾は、鳥羽水族館で、オスが斜め後方からメスに接近し、全死でメスを固定した後に陰形を挿入した、観察例がある。妊娠期間は13ヶ月。1回に1頭の幼獣を産む。出産間隔は、 オーストラリア周辺では3の7年。授乳期間は18ヶ月。幼獣は母親の胸びれ後方について泳ぎながら父を飲み、母親は全死で抱きかかえながら授乳はしない。低度地方では生後6年、高度地方では平均で生後17年で生成熟する。寿命はメスは葉の成長輪から最大73年と推定されている。 勇士以前から狩猟の対象とされた。世気を包んでいたのは本種の皮だったと考えられている。肉が不老不死や美薬になると信じられたこともあり、骨で作った装飾品も刃物や鉄砲に対するお守りになると信じられていた。涙も相手につけることで恋愛成就の効能があると信じられていた。日本では琉球王朝時代に新四島では年貢、 人頭税として、本種の肉、皮と模様を収めていた。食用や、油用、比較用、牙の狩猟、海洋船、漁業やサメサケ用の網による根核などにより、生息数は減少している。オーストラリアでは、トレス海峡諸島の先住民には、狩猟が許可されているが、他地域も含めて密漁されることもある。日本では生活排水、牧畜廃液、 除草剤、農地開発による赤土の流出、海外開発、もずくの養殖に伴う海洋汚染及びそれによる食物である海藻の減少、低地物や底差し網などの漁業による根核による絶滅が危惧されている。遺跡や文献、聞き取り調査から以前は南西諸島広域に分布し、主に八重山列島に多く分布していたと推定されている。 公的な環境があるにもかかわらず近年の八重山列島での記録がないのは、低地網などによる漁業が盛んなため混獲により、地域個体群が絶滅したためと推定されている。文献によると、南西諸島では1800年代後半から1900年代諸島にかけて約200頭が捕獲された。1894年から1916年までの23年間に300頭。 全以上が伝統的漁法で捕獲されたとの推計もある。沖縄県では戦後の食糧難の時期に行われたダイナマイト漁によって生息数が激減したとの通説があるが、この推計はそれ以前の伝統漁法による捕獲が大きく影響したことを示している。2018年現在では沖縄県のレッドデータでは絶滅危惧アイとされている。 日本では1972年に国の天然記念物に指定され、2003年からは鳥獣保護法でも捕獲や殺傷が原則禁止されている。1978年及び1994年現在では飼育か繁殖の例はない。神経質で飼育は非常に難しいとされており、世界の2カ所の施設で2頭だけが飼育されている。1頭は 鳥羽水族館、もう一頭は、オーストラリアのシドニー水族館にいる。鳥羽水族館ではかつて二頭が飼育されていたが、オスの、淳一が2011年2月10日午前8時25分に死亡した。淳一は、鳥羽水族館で、約31年間にわたって飼育され、世界最長飼育記録を更新していたが、それも11,475日目で途絶えた。 これにより日本国内での飼育は同水族館のメス、セレナ一頭だけとなった。2018年9月15日、セレナの飼育期間が11,476日を達成し、1一の持っていた世界最長飼育記録を更新した。以下に日本の水族館での飼育例を示す。俗名、英名はマレー語・デュヤングがフィリピンで使われているタガログ語経由で入ったもので、 海の貴婦人、レディー・オブ・ザ・シーの意味だという。ジゴンはて字。日本では、生息地域である、天見群島から、琉球諸島にかけての方言で、ザン、ザンヌ・ユー、ザンのイオ、ザンのユ、ザンの魚、アカンガイ、アカングアーユー、カングアーは赤ちゃんで、イユーは、魚という意味などと呼ばれる。なお、ザンヌ・ユーを、大和言葉化した、ザンのイオ、の語形もあって、 西魚の字を当てることもあるとされる。また、宮古列島には、夜な玉、夜内玉、八重山列島の新城島には、ザヌ、入表島には、ザノの方言名があり、琉球王府公用語では、競馬と呼ばれた。伝説上の人魚は、西洋と東洋とで大きく、姿形が異なるが、いずれの人魚も受根がモデルであるとの通説がある。上半身が、 人間の女性で下半身が魚や、怪獣の人魚が本種と結びつけられた理由としては、本種は胸びれの基部に一個ずつ乳頭があり、これが隆起し、チブサのように見えるためとする説もある。また、ヒレ状の前足で子を抱いて、立った形で会場に浮くからだとも言う。しかし、ジュゴンの姿は、人間の女性とは、かけ離れているので、はじめに上半身が人間。 下半身が魚や怪獣といった人魚の名字が出来上がり、後になって本種と結びつけられたと推定されている。西洋における人魚のモチーフとなったとする説もあるが、伝承が伝わるアイルランドやデンマークなどは、ジュゴンの生息域から大きく外れている。ジュゴンの肉は非常に微味なため、不老不死の効能や美薬としての効果があると信じられてきた。日本の八百美国伝説で、 ビクニが口にして800年の命を得た人魚の肉は、ジュゴンの肉であるとされる。日本の琉球地方では、未来家内の神の現世への乗り物とされたり、助けたジュゴンに、津波の襲来を教えられ恩返しされるといった、伝承やジュゴン料に関する民謡などがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。